ドキッとする秋のメイク。秋といえば寂しいとかロマンティックといったイメージですが、視点を変えて全く異なった趣の句もあります。迎え日を炊けば聖者のより来たる。迎え日を炊けば聖者のより来たる。大串明。季語迎え日。迎え日はお盆の時に先祖の霊を迎えるために炊く日です。また神霊や客人を迎える日でもあるそうです。より来たる。親戚のおじさん、おばさん、駆けずり回る小さな子供たち、招かれざる客も混ざっていそうです。静かに死者を迎えるはずだったのに。白桃や死よりも死後が恐ろしき。白桃や死よりも死後が恐ろしき。貼った木枯らし。季語桃。誰でもいつかは行かなければなりません。それは避けられないことで仕方がありません。しかし気になるのは死後の世界。死後の世界は果たしてあるのでしょうか。現世で悪事を働くとあの世で罰を受けるのでしょうか。それがわからないから恐ろしいのです。柔らかな白桃が死の正反対にある命そのものを表しているようです。敬老の火の輪が周囲皆おゆる。敬老の火の輪が周囲皆おゆる。山口清村。季語敬老日。敬老の日が来て、さて誰が祝ってくれるだろうかと周囲を見渡したら、近隣も友人たちも皆老人だったという、笑うに笑えない事実。秋ナスや誰も犬ので拝んでみる。秋ナスや誰も犬ので拝んでみる。宇田清子。季語秋ナス。イワシの頭も新人からと言いますから、立派な秋ナスを拝むのも新人のうちでしょうか。とはいえ左右を見回して誰もいないのを確かめて手を合わせました。この秋も健康でおいしいナスをいただけてありがとうございます。コスモスの押し寄せているクリア口。コスモスの押し寄せているクリア口。清崎敏夫。季語コスモス。クリア口は勝手口のことです。勝手口のドアを開けるとすぐそこまでもコスモスの群生。コスモスは生命力が強く繁殖力も凄まじい。コスモスの擬人化を聞かせて、押し寄せているが迫力満点です。そのうち台所まで首を突っ込んでくるかもしれませんね。聞く着せられて弁慶の立ち往生。
きく着せられて弁慶の立ち往生。眉住まどか。季語きく。盆酒なら弁慶の菊人形とするところですが、まず菊着せられてで、誰がと一気に引き込まれます。弁慶の、あの弁慶ね。そこで読者は菊人形なのかとうなずきます。で、とどめが立ち往生です。こわもての弁慶が足を踏ん張って力んでいる様が目に浮かびます。季語の菊が生き生きと描かれている点にも注目しましょう。戸を叩くタヌキと秋を惜しみけり。戸を叩くタヌキと秋を惜しみけり。与謝蕪村。季語秋惜しむ。秋風に揺さぶられ戸がコトコトと鳴っているのでしょう。それを戸を叩くタヌキと言い切っているのが蕪村ならでは、日本昔話のような物語性があります。秋を惜しみけりのけりは文末に置く切れ字、物事をおしまいにするという意味のけりをつけるという慣用句は何気なく使っている方も多いと思います。またけりは過去の詠嘆なので、現代語に訳すと戸を叩くタヌキと秋を惜しんだなぁとでもなるでしょうか。月に来よとただ去りげなく書き送る。月に来よとただ去りげなく書き送る。正岡子規。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。